皆様こんばんは。株式会社サインチャンネルです。今日はね、静岡県袋井市にある鉄板居酒屋こいこいさんにお邪魔します。遅い時間なんでね、あんまり人はいませんが、じゃあ入ってみます。はい、富士の部に安心安全とってます。ワインなんかもありますしね、いいですね。おつまみ番外編とかありますね。わ、美味しそう。ミニコウイカのバター焼きとかね、スモークミミガーとか、わー、生ハムジャーキーとか食べたいな。これ鉄板焼き屋さんなんで、あれですね、鉄板焼きは有名ですね。ワインもありますね。はい、続いてこいこいでタコパ。タコパがあるんだ、タコ焼きがあるんだ、チーズタコ焼きとか、いいですね。ドリンク麺に行きます。ビールがありますね。ホッピー、サワー、梅酒、マッコリー、酒、こんな感じです。はい、続いて焼酎も種類いっぱいありますね。これ芋だけでもこんなにいっぱいある。あと麦がね、ありますね。はい、こちらはね、本格焼酎ボトル、芋も麦もボトルであるみたいですね。値段は右のようになってます。はい、続いてカクテルなんかね、ありますね。ウォッカを使ったカクテル、ジンを使ったラム、テキーラ、カシス、カンパリ、ライチ、ピーチ、ビールのお酒もありますね。こちらはね、ワインですかね、ハウスワイン、ウイスキーもありますね。軟式飲料、これかっこいいネーミングが、まあソフトドリンクって意味ですよね。軟式、ソフトにかけてるんですね。じゃあアルコールの入ってるのは公式ですね。はい、続いてね、サラダとかおつまみね、こちらになります。はい、先ほどお見せしましたけどね、スモークミミガーなんかもありますね。はい、こちらね、鉄板焼きになりますね。ソーセージがあったりね、トンペイ焼き、あ、特製ホルモン焼き、わ、ウインナーとアヒージョなんかもあるな、わ、美味しそう。はい、こちらがね、お好み焼きになります。ちなみにね、こいこいさんは結構遅くまでやってるんで、皆さんもね、ぜひね、アフターなんかでもいいですしね、夜遅くお腹減ったお酒飲みたいっていう方がね、ぜひね、寄ってみてください。じゃあ頼んできます。お通しのゴーヤチャンプルが届きました。めちゃめちゃなんかすごいね、これね。揚げてあるんですか、大将、これ。焼いてあるんですか。あの、その辺は企業秘密ですね。わかりました。はい、大将の企業秘密だそうです。じゃあ食べてきます。こいこいさん、タバコ吸います。皆さんね、最高ですよ。生肉があんま好きじゃないです。あとは女が嫌いです。大将のおすすめをね、今ね、頼みましたんで。ありがとうございます。ありがとうございます。乾杯。乾杯。いいね、朝。最高だね。朝日派？俺、キリン派だもん。キリン派。ねえ、これすごい。カリカリ。ちょっとね、食べてますね。うん。あ、うまい。あ、最後に苦味くるね。ゴーヤ感はない。うん、ゴーヤ感はないね。最後に苦味くるけど、何これ、すごい、なんか食感としてはよくあるじゃないですか、つまみのイカせんべいみたいな、こうイカの形した100円ぐらいで売ってるイカせんべいみたいな食感なんですけど、味はゴーヤそんな感じです。いや、あの、普通に作っていただいて構いません。はい、食べれます、はい。はい。最近この女性がめちゃめちゃ痩せてるんで、たくさん食べさせてあげないと。死んじゃうんじゃないかなと思って。大将、ウーロンハイってあれでしたっけ？コールありましたっけ？あ、じゃあ、あの、コールのウーロンハイでお願いします。これ最後ね。今日めっちゃ嬉しくない？ありがとうございます。ありがとうございます。安定のウーロンハイ、うん、最高。なんか久しぶりに酒飲んでる感じがしますね。まあもちろんちょこちょこ飲むんですけど、外で最高です。やっぱ外で飲むお酒は最高ですね。今ね、時間がね、もうね、結構遅い時間なんで、日をまたぐぐらいの時間なんで、飲み始めが大将がこねてますね、お好み焼きを。プロですね。手つきがプロ。このね、
鉄板に憧れるんですよね、素人は。そのね、でっかい鉄板に。うわー、黒。では、焼けるのもしばしお待ちを。このね、ゴーヤチップスなんて止まんない。うん、追いついて。健康に良さそう。はい、ラスト。あれ、中華だから。おかわりください。はい、おおすすめのふわふわオムレツみたいです、大将。さっきね、作ったのあった、作ってるとこあったんですけど、ちょっと取り忘れました。見とれました。すいません。じゃあいただいていきます。美味しそうなんやでもね、すごく。あれだっす。こんな感じです。うん、豆腐やっぱ鉄板で焼くと違うのかね、フライパンと違ってさ。なんかやっぱ熱いじゃん、鉄板って。うん、うん、めちゃめちゃ美味しい。ふわとろ、うん、ありがとうございます。すいません、すいません、ごめん、俺氷いっぱいがいいもん出たり。あ、すいません。はい、すいません、ありがとうございます。3杯目。うん、最高、安定。めちゃめちゃトロトロだもん、これ。めちゃめちゃトロトロ。うん、うまっ。飯にかけて食いたい。ねえ、そうだよね、白ご飯に合うよね。はい、完食。完食してない。食べてこない。じゃあ完食してないだろ、まだ。言ったはいいけど。お好み焼きミックスきました。おいしそう。はい、いただいていきます。あ、そうやって切るね。それここになる。ちょそれね、関西人にバカにされるでよ。俺もそうやって切るの、ピザみたいに。そしたらね、静岡県民ぐらいだってピザみたいに切るの。なんで、他にどうやって切るの。こうやって横にこうやって切ってくんだって。こう、そう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 。へぇ、うん、ありがとう。はい、熱々ね、つまみになるのいただきます。うん、なんでさ、クロン焼くとこんな違うのかね。なんかね、ふわふわがさ、家で焼くとさ、素人焼くとさ、全然ふわふわにならんのにさ、プロ焼くと超ふわふわだよね。大将、はい、男梅サワーください。男梅サワー、はい。これさ、わかるかな皆さん、こうやってね、切ってもホロホロしちゃうんだよね。俺の食べ方が下手なのかわかんないけど、家のやつってさ、ホロホロしないじゃん。はい、男梅さんが来ました。最高。めちゃめちゃね、でも店内がおしゃれな感じですね。ワインがね、結構豊富なんでね、ワイン飲んでもいいかもわかんないですね。あ、ホルモン。大将がね、今ね、なんか作ってくれてます。何かはわかりません、来てみないと。ちょっと待ってます。カマンベールチーズの何ですか、大将。おやきです。おやき、ありがとうございます。あ、これがカマンベールチーズってことね。うわ、すっげえ。あ、ありがとうございます。バゲットの上に乗せていただいて、ネギもお好みでかけてお召し上がりください。ありがとうございます。しゃれてる。しゃれてるね。チーズをバゲットの上に乗せてネギもかけて食べてくださいみたいです。あ、そういうことね。上手だね、なんか切り方が。わ、これは最強じゃない。多分どうぞどうぞ食べてみてください。ちょっと映せませんがね、食べてみてください。これまで来ました。すごい、うまい。これがうまいで全部うまい。さっきから全部美味しいけど。はい、こんな感じですね、皆さんね。うん、
まあ、合わないわけないよね。これ上下ね、チーズとバゲットで。チーズとこのバゲットあるけど、ネギをかけるっていう発想はないよね、素人に。うん、酒に合うわ、最高。ウロハ来ました。おすすめの塩焼きそばみたいです、大将の。めちゃめちゃ美味しそう。おすすめ塩焼きそば、うんうんうん、すげえ歯ごたえだよね。ねえ、こんなでも歯ごたえなくない？せっかくね、レモンついてるんで、レモン絞ってます。うん、味が上品。はい、今ね、一緒に来た子がね、もう食べれないってね、私が最後ね、これ食べたいと思います。静岡県黒市にある東京さんに来させていただきました。もうほんとめちゃくちゃ美味しいんで、皆さんね、何でも美味しいです。ぜひね、来てみてください。よろしくお願いいたします。それじゃあね、みんなバイバーイ。チャンネル登録もよろしくお願いします。じゃあねー。